西日暮里をご利用の皆様、年内の最終局面を迎えております。現在東京山本ゴムの西日暮里駅前でのご挨拶でございます。28日よりですね、火曜日ですか、平成の最初の車両スカイライナー1両目が帰国者、成田空港への帰国者、入国者専用の車両となって1日に15本ほど運行される手はずになりました。そして上野駅に着いたらもうビップ待遇です。これは我々もそのがウィンウィンですよね。ビップ待遇で嵐のように、違う改札で地下に出てリムジンに揺られる、車両に揺られていく、こういうことになります。そこまでは指示しておりませんけれども、この一風変わった案ですよね。形勢を動かすという案、山本豪雨が2月もう10ヶ月前ですから誰も覚えてませんので、もうツイッターに上げております喋って言ってますよね、ほら。そういうことをさせていただいて、あ、使いたいな。ね。資料もあれですね。なので、皆様には適切な判断をしていただくことも重要になるかもしれません。皆様に何が関係あるのっていうのが大事ですからね。なので、成田空港においては、スカイライナーのホームと、我々が利用するような、アクセス特急じゃない方、200円高くない方の910円ですかね、成田からこっちに帰ってこれる方の京成本線を選択するとホームが違いますから、そこまで設定されている、考えようによっては便利な京成でございますので、そういう使い分けをしていく、そこを山本豪は主張しておりました。実現を見るところでございます。マスダアカデミーのみんなは今お帰り問題を解いているかもしれません。そういった少し恥ずかしい思い、あの子が帰っているのに僕、私は解けなくて帰れない、こういう体験を数多くすることによって、お母さんお疲れ様です、お母さんの頑張りで、次世代のね、日本を作っていけますんで、ぜひともですね、たこ焼きとか、同じジャンクフードであれば、マックの前で申し訳ないけれども、たこ焼きとか、持って行っていただいて、タウリ、取っていただければ、コロナに強いですね、お子様の美味しくて強い、これ大事でございます。美味しくなければ続かない、楽じゃなければ続かないのがコロナ対策でございますので、皆様の意識だけに、外に出るな、静かな年末年始、こういう体育会系のことしか言えない、今の政治では続かない、脳がない、脳なしでございますので、我々、しっかりと現在東京として責任を持って実効的なものを発信していくので、これを頭の片隅に置いていただいて実行をしていただくと、政府が必ず東京都がついてきます。遅ればせながら山本豪が言ったことを無茶なことじゃないから必ず実現するので、そこまでは皆様各自の独断と偏見によって実行をしていただく、そしてこれが公の同意を得ていきますので、そして我々が荒川区が世界の中心に立っていく、そういう頃合いになります。山本ゴウにどうぞ頑張らせてください。それではまた30日か31日に参ります。山本ゴウと申します。ありがとうございました。